岸田総理大臣は新型コロナウイルスの水際対策についてワクチンを3回接種していれば日本入国前に求めている検査を不要とする緩和策を発表しました9月7日より入国前72時間以内の陰性検査に変えてワクチン接種証明の利用を可能といたします岸田総理はオンラインで記者団の取材に応じ 入国時の陰性証明について、来月7日からはワクチンを3回接種していれば不要とすると表明しました。また、岸田総理は、感染者の人数を全数把握している現在の方式について、保健所の負担軽減に向けて、自治体の判断で高齢者や重症化リスクの高い人に限定することを可能にすることも表明しました。 さらに現在10日間となっている感染者の療養期間の短縮も早期に明らかにする方針を示しました。